君ってなんだか、僕の母に似てるんだよね。今年2月に完結した、おとさ。陳先生の実録コミックエッセイ婚約破棄で得てやる。毒親持ち彼。死と167日間壮絶バトル。婚約していた彼は、なぜ突然手のひらを返したのか。あんなに嫌悪していたはずの独母側についたのはどうして。交際していた当時の記憶から、あの頃の彼の心理と背景を掘り下げる、前日譚。コミックエッセイ。私の彼が毒親から逃れられない、は毎週月、下更新。お楽しみに。バックナンバーはこちら第1回婚約破棄から10年。残る疑問前作婚約破棄で訴えてやる、は毎。電子書籍にてすべてご覧いただけます。各電子書店にてを買い求めえた。だけますオンサチン、音先、椿、男性向けグラビア誌編集長を経て、ポット出版社間女の子×女の子のためのエロチックブック、カーミーラに、テイラスト、漫画家デビュー。単行本イケメン外国人たちとベドで異文化交流した結果。文化。社刊。好評発売。配信中。漫画こんな大きいなんて聞いてない。外。黒人と異文化セックス。やりまくりました。婚約破棄で訴えてやる。毒親持ち。彼氏と167日間壮絶バトル、配信中。おとさちんツイッター、@おとさき6666。